二酸化炭素を排出しないエネルギー、水素。水素エンジン車のレース参戦など、その技術で世界をリードしてきた日本。政府は水素基本戦略を改定し、官民が連携して海外市場の取り込みを狙っている。世界で水素ビジネスが動き出す中、オランダで開催された展示会では日本の技術に絶賛の声が。It's been very impressive what Kawasaki are doing with the supply chain. It's very, very innovative. 日本企業の水素戦略とは、作る、運ぶ、貯める、使うの一気通貫サプライチェーン全てを網羅した世界唯一の企業として、液化水素の普及に向けて進めていきたいと思っております。今年5月、富士スピードウェイで開催された24時間耐久レース。トヨタ自動車が世界で初めて液化水素を燃料とする車で参戦した。液化水素とは、水素をマイナス253度まで冷やし液体にしたものだ。これまでに参戦していた気体の水素エンジン車に比べると、液化水素は体積あたりのエネルギー密度が高いため、航続距離がおよそ2倍に伸びた。さらに水素ステーションがコンパクトになり、ピット内での水素充填が可能になった。このレースに使われた水素の一部はオーストラリアで製造され、去年届いたもの。国際間で行う大量の液化水素の輸送は世界初。その運搬船、水素フロンティアを作ったのが川崎重工だ。プロジェクトに携わってきた加藤さんは、水素に注力する理由をこう語る。川崎重工の幅広い製品群、輸送用機器や産業機器は化石燃料を燃料として機能するものが主になっております。カーボンニュートラルの実現のために、クリーンな燃料として水素に着目し、さまざまな事業、技術開発を進めてきています。水素は気体のままではとてもかさばるため、効率的な輸送や貯蔵方法が必要とされ、世界中でさまざまな技術が開発されている。その一つが液化水素だ。気体の水素をマイナス253度まで冷やし液体にすることで、体積が800分の1になる。気化させるだけで燃料として使用できることや、純度が高いことなども特徴だ。液化水素はロケットの燃料としても使われてきた。川崎重工ではおよそ40年にわたり液化水素の貯蔵タンクなどを供給。そこで培ってきた技術に強みを持ち、液化水素の製造から運搬、貯蔵、利活用まで手掛けている。そして大規模なサプライチェーンの構築を目指し、さまざまなイベントを通じて技術を発信してきた。水素エンジン車が参戦するレース会場では、今年はオーストラリアで水素の運搬に使われたコンテナタンクなどを紹介。他にも国内外の関係者を招いてのワークショップの開催や、日本政府と連携して国際的な会合に合わせて行う VR を使った展示。What you see on the right is the 水素 frontier。岸田総理大臣が訪問したサウジアラビアでは、水素エンジンを搭載したバギーを紹介した。また液化水素の運搬船は世界各地に寄港している。さらに子ども向けにはゲームを通じて水素を身近に感じてもらうイベントを行っている。
日本政府の水素基本戦略では、国際的な競争力強化に向けたサプライチェーンの構築や、ヨーロッパをはじめとした海外市場でのプレゼンス向上が掲げられている。加藤さんもまたクリーンエネルギーに注力する国々で存在感を高めることが必要だと考えていた。温暖化対策に向けてのエネルギーの変革において、やはりヨーロッパの諸国がですね、先陣を切っていろいろな提案をしたり、組織を作って規則を固めていったり、結束を高めていることもありまして、ヨーロッパでの展示会で日本の水素技術を訴えることは必要だとは考えておりました。そうした思いで初めて参加を決めたのが、オランダ・ロッテルダムで開催された水素関連に特化した展示会だ。川崎重工は液化水素の国際間輸送に成功した運搬船水素フロンティアの模型などを展示し、技術を紹介した。I really like the display of the Suiso Frontier, which is a very key ship when it comes to liquefied hydrogen transportation. And I was really impressed. You are amazing guys. You are doing some great job in converting hydrogen gas to liquefied. I think it's going to be really good for the market to bring kind of a global scale and globalization of hydrogen. So we're very excited to see the progress.その技術に多くの関心の声が集まる中、水素の普及に向けての課題はコストだ。そこで生産地から大量に水素を運搬することで解決しようとしている。すでに大型の液化水素運搬船の設計を完了。2030年度の商用化に向け建造に取り掛かるところだ。大型船は水素フロンティアのおよそ130倍の液化水素を一度に輸送できるため、運搬コストをおよそ45分の1まで下げることができるという。川崎重工は水素発電に関しても世界初の技術を誇る。それは水素 100% の燃焼による発電だ。水素発電によるガスタービンの燃焼機の一部になっております。ガスタービンとは天然ガスなどの燃料を燃やして動力を得る機械。水素は高速かつ高温で燃える特性があるため、それに耐えうる高い技術が求められる。ガスタービンの燃焼部分をこの水素用のものに付け替えることで、水素による発電が可能になる。この技術で神戸の市街地での熱電供給を実現した。展示会ではガスタービンに関しても熱心に説明を聞く来場者が多く、世界でのニーズの高さが伺えた。加藤さんは水素輸送のパートナー、オーストラリアのパビリオンに足を運んでいた。今後その商用化の際にも、ここが水素生産地域として一緒に共同でプロジェクトを進めていくところですね。オーストラリアには本当にお世話になっている感じです。はい。今後の取り組みについて政府の関係者と情報交換することができた。オーストラリアは水素の輸出大国を目指している。Australia was the first country to export liquefied hydrogen, and that liquefied hydrogen went to Japan. That's a huge step forward for our industry, and we're hoping that it's the first of many. We're looking to export to the globe and become the world's largest hydrogen exporter by 2050. 続いて加藤さんが訪れたのは、液化水素の製造を手掛ける産業用ガスの大手リンネ。未来の液化水素のサプライチェーンをVR で紹介していた。リンデはエネルギーの変換に向けて世界中に200カ所以上の水素ステーションと80カ所の水素電解プラントを設置している。加藤さんも VR を体験してみることに。水素のホースを掴んで左にある注入口に入れて、
で燃料が整ったということでスタートするんですけど、インタラクションのところから始まって分かりやすいこう流れでやられたという感じですね。川崎重工でも同じく VR を活用して技術の発信をしているため参考になったようだ。2日間の展示会は多くの人々との出会いをもたらし幕を閉じた。水素の、水素ワールドというか水素スクール的な感じのイベントで、いろんな方、いろんな層、いろんな国や企業たちが集まったところに同じ空気を吸えたことは非常に貴重な経験だと思っています。液化水素を用いることの有効性だったり、船で運んで大量需要に応えるということがやはり全体的にはまだなかなか知名度も低いということもいろんな方からも聞きましたので、それは非常に真摯に受け止めて、これから短期長期の目で地道にですね、したたかに戦略を練って進めていきたいと思っています。水素はもはや未来のエネルギーではない。水素社会の実現に向けて世界で存在感を示せるのか、重要な局面を迎えている。